アレクシス・サンチェスこと、アレクシス・アレハンドロ・サンチェス・サンチェスは、チリ・アントファガスタ・州ト・コピジャ・県ト・コピジャ出身の、サッカー選手。セリエ A ・インテル・ナツヨナ・アルミラの所属。チリ代表。ポジションはフォワード。チリ代表の最多出場記録保持者であり、最多得点記録保持者である。貧しい家庭に生まれ、練習後に、スタジアムでアルバイトをして、成計を助けた。 15歳の時に、チリの新興クラブ CD コブレロアの下部組織に入団し、2005年に16歳でプロデビューをした。ウディネーゼ南米 U-17 選手権で活躍し、ビジャレアル CF やベルダーブレーメンなどの関心を引いたが、遺跡金300万ドルで、セリエ A のウディネーゼカルチョが保有権を獲得した。直後に CSD コロコロにレンタルされ、 同チームの2006年のコパスダメリカーナにおける、準優勝に大きく貢献した。コロコロでの2回の優勝を経て、2007年夏に、アルゼンチンの強豪 CA、リーベルプレートへレンタルされ、同クラブにおいてもリーグ制覇を経験した。2008年夏に保有権を持つウディネーゼに加入し、2008から09シーズンは主に3トップの、右ウィングとして32試合に出場した。 2009から10シーズンは、シモーネ・ペペの控えとして過ごすことが多く、チームも残留争いに巻き込まれたが、残り7試合で4得点を挙げて、セリエ残留に貢献した。2010年夏に就任したフランチェスコ・グイドリン、監督は、アレクシスのポジションをトップ下に移し、2011年2月27日の、 シッタディ・パレルモ戦では1試合4得点の活躍で7から0とアウェーで対象した。3月13日のカリアリカル初戦ではドリブルで70メートルを独走し、GK、ミカエル・アガッツも交わしてゴールを決めた。2010から11シーズンには31試合で12得点の成績を残し、UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献するとともに、 リーグ最優秀選手賞を受賞した。セリエ A では通算95試合に出場して20得点を記録した。未引きかもしれないが、彼はメッシュと同レベルの選手だと思っている。ジャンパオロ・ポッツォ FC バルセロナフィファクラブワールドカップ2011、決勝でのアレクシス・サンチェス2011年7月に FC バルセロナと5年契約を結び、 クラブ初のチーリ人選手となった。移籍金は2600万ユーロであり、成績次第で1150万ユーロが上乗せされる。8月15日に行われた、スーペルコパでエスパーニャのレアルマドリード戦ファーストレグでデビューし、8月26日に行われた UEFA スーパーカップの FC ポルト戦には途中、出場してタイトルを獲得した。8月29日、 2011から12シーズン開幕戦のビジャレアル CF 戦でリーグ戦デビューして遺跡後初得点を挙げた。加入初年度の2011から12シーズンはアルゼンチン代表のリオネルメッシラを擁する攻撃陣の中での厳しいポジション争いや怪我の影響もあり、レギュラーに定着することはできなかったが、公式戦通算41試合に出場し15得点を挙げた。 二年目の2012から13シーズンは、ティトビラノバ監督の指揮の下で挑んだが、シーズン前半は不調に陥り、2012年11月14日に行われたチリ代表対セルビア代表の、親善試合に出場した際に、右足首の外側側副靭帯を痛めた影響もあり、一ヶ月近く欠場をすることになった。一方で、 シーズン後半に入ると復調を果たし、国内リーグにおいて発得点を決めるなどの活躍を見せたが、それまでの期待を下回るパフォーマンスから、イタリアのユベントスや、インテルミラノへの移籍の可能性が報じられた。3年目の2013から14シーズンは、ヘラルド・マルティの監督の下でコンスタントに出場機会を得ることになり、 国内リーグ戦では2013年10月26日に行われたレアルマドリードとのエルクラシコでは相手キーパーのディエゴ・ロペス・ロドリゲスの頭上を越す技巧的なループシュートを決め2014年1月5日に行われたエルチェ・ CF 戦でハットトリックを達成するなど34試合に出場し19得点を挙げ公式戦通算では54試合に出場し21得点を あげた。アーセナル FC2016 年のアレクシス・サンチェス2014年7月10日、アーセナルがサンチェスの獲得を発表した。遺跡金は4400万ユーロ前後と推定されている。背番号は17番。アーセナルのアーセン・ベンゲル監督は、アレクシスはファンタスティックな選手であり、これまで一流のパフォーマンスをコンスタントに披露し続けてきた。 彼の加入によりチームの創造性は増し総合力は大きく高まることになると語った。プレシーズンマッチのエミレーツカップで出場機会を得ると同年8月10日に行われた FA コミュニティシールドのマンチェスターシティ戦で先発出場し優勝に貢献した。同年8月16日に行われたクリスタルパレス戦でプレミアリーグデビューを果たすと 前半のアディショナルタイムにローラン・コシール 2E の同点ゴールをアシストし2から1の勝利に貢献した。2015年5月30日に行われた FA カップ決勝のアストンビラ FC 戦では40分にヘディングでセオ・オルコットの先制ゴールをアシスト50分にはゴール前22メートルの位置からミドルシュートを決め FA カップ優勝に貢献した。 2015から16シーズン、2015年9月26日のレスターシティ FC 戦ではハットトリックを達成して欧州4大リーグのうちの3つのリーグでハットトリックを達成した史上初の選手となった。2016から17シーズンからトマーシュ・ロシツキーの対談に伴い背番号をかつてウディネーゼで着用しチリ代表で 着用している7番に変更することが決定。2017年5月27日に行われた FA カップ決勝のチェルシー FC 戦ではゴールを決め、チームの FA カップ獲得に貢献した。プレミアリーグでは、ハリー・ケインやロメル・ルカクラと得点ランキングの上位争いを演じるも、得点王のタイトルを逃したが、ファン選出のプレミアリーグ2016から17、 シーズンのベストイレブンに選出された。マンチェスター・ユナイテッド FC2018 年1月22日、ヘンリク・ムヒタリアンとのトレードで、マンチェスター・ユナイテッド FC に移籍した。背番号は、ジョージ・ベスト、エリック・カントナ、デビッド・ベッカム、クリスティアーノ・ロナウドといった名手たちが背負った7番。しかしこれという活躍ができないまま、 スールシャール監督就任後の2019年シーズンには、半ば戦力外となった。インテル2019年8月29日、インテルナツヨナーレミラノに1年間のローン遺跡で、加入した。6節サンプドリア戦で遺跡後初ゴールを決めるも、その後ダイブを取られイエローカードを受け、すでに同試合で、イエローカードを受けていたため、退場処分となってしまった。 加入1年目の2019から20シーズンはリーグ戦22試合出場4ゴール8アシストの成績となった。シーズン終了後の2020年8月6日にインテルへの完全移籍が決まり、2023年までの契約を締結したことが発表された。2013年9月10日に行われたスペイン代表戦でのアレクシス・サンチェス2006年に、 チリ代表に初招集され、4月27日のニュージーランド代表戦でデビューした。FW の軸としてチリ代表攻撃陣を支える。2007年の南米ユース選手権のメンバーにもマウリシオイスララと共に選出され、チームは4位となる。同年にカナダで開催された f i f a ス2 0ワールドカップにも出場し、3位入賞を果たした。 2010年には FIFA フフワールドカップ南アフリカ大会代表メンバーに選出され全試合に出場。積極的な仕掛けを見せチームのグループリーグ突破に貢献した。2011年1月に出場したコパアメリカ2011では2試合でマインオブザマッチに選ばれた。2014年には FIFA フフワールドカップブラジル大会の代表メンバーに選出され。 グループリーグ初戦のオーストラリア代表戦では、先制点を決める活躍を見せると、第2戦のスペイン代表戦でも2得点に絡む、活躍を見せ決勝トーナメント進出に貢献した。決勝トーナメント1回戦のブラジル代表戦では、相手守備陣の裏のスペースを狙った積極的な、飛び出しから、同点ゴールを決める活躍を見せたが、 一から一の同点のまま決着がつかずに迎えた PK 戦ではチリの二人目のキッカーとして登場するも相手 GK のジュリオ・セーザルに阻まれ最終的に二から三のスコアで敗れた 2014FIFA ワールドカップのブラジル代表戦でダビド・ルイスからマークを受けるアレクシス・サンチェス2015年6月から7月にかけて地元チリで開催されたコパアメリカ2015では グループリーグのボリビア代表戦の一得点のみに終わったが、準決勝のパラグアイ代表戦では、エドアルドバルガスの先制点をアシスト。決勝のアルゼンチン代表戦では0-0のスコアの、まま延長戦でも決着がつかず、PK 戦の4人目のキッカーを務めると、チップキックでゴールを決め、チリの大会初優勝に貢献した。 2016年6月にアメリカ合衆国で開催されたコパアメリカセンテナリオではグループリーグのパナマ代表戦で2得点、準々決勝のメキシコ代表戦で1得点を記録。同年6月22日に行われた準決勝のコロンビア代表戦ではクラウディオ・ブラーボに次いで2人目の代表100キャップを達成2大会連続の決勝進出に貢献した。 決勝のアルゼンチン代表戦では、チームは PK 戦の末に大会連覇を成し遂げたものの、サンチェス自身は延長戦で交代となったが、大会終了後にはチームへの貢献度の高さからゴールデンボール賞と大会ベストイレブンに選出された。2017年3月28日に行われた 2018FIFA ワールドカップ南米予選のベネズエラ代表戦でゴールを決め、 マルセロサラスの持つ代表歴代最多得点記録に並んだ。2017年6月、ロシアで開催された FIFA フフコンフェデレーションズカップ2017では、グループリーグ第2戦のドイツ代表戦で、開始6分に左足でゴールを記録、チリ代表での通算得点を38に伸ばし、サラスの記録を塗り替えた。準決勝のポルトガル代表戦では、 PK 戦の3人目のキッカーとして、シュートを決め、決勝進出に貢献。決勝では、ドイツ代表に0の1で敗れたものの、大会 MVP の時点に相当する、シルバーボール賞を受賞した。ストリートサッカーで培ったという、鋭いドリブル突破とチャンスメイクを得意とし、時には、難易度の高いトリッキーなシュートを決めることもある。右サイド、中央。 左サイドと三つの攻撃的なポジションを務めることができるが、右サイドでのプレーを得意とする。最大の特徴であるスピードを活かし、タッチライン際に開いた位置からのカットインで、バイタルエリア内へと切れ込みシュートへと持ち込むが、時にはパスの受け手となり、ゴール前へ飛び出し、スペースへと走り込み、ボールを受け、チャンスメイクを行う。また、 168cm と小柄ながら身体能力も高く攻撃的なポジションながら守備の際には相手の選手に対して積極的なプレッシングをかける。ありがとうございます。